任務のことを考えているの？じゃあ仕事を任せようかしら。はい、今回の任務報告書はあなたに任せたわ。ここにサインして。そうね、自分にコードネームをつけるといいわ。うん、この名前でいいの？まああなたがそれでいいって言うのならいいけど、司教様に文句を言われたらあなたの責任ね。あれは一体何なんでしょうね。衛星映像にはあんなもの映っていなかったのに。違うわよ。もう人が真剣に考えてるのに。あの空中に浮いているものはベルトさんの失踪と関係しているって、私の勘がそう言っているわ。さ、外にずっといないで戻って話しましょう。入手した情報をまとめるわ。4月13日、つまり14日前、ベルト・ヨーさんがセントフォンテーヌ政府の招待を受け、職場の ET スタジオを離れた。話によると、これは出張ということになっているらしいわ。ベルトさんは15日にカイロ空港に到着し、その後、リニアモーターカーに乗ってセントフォンテーヌに向かった。天命の衛星は、彼らしき男性がセントフォンテーヌのサード駅に降りた姿を捕捉したけど、その後彼は行方不明に。関連情報も彼の行方を捉えたカメラもないわ。私たち第三小隊の任務はベルト・ヨーを探し出し、彼を無事に天命本部に送り届けること。以上、何か質問は？何でも聞いて。セントフォンテーヌは600年以上の歴史がある古い都市よ。かつてはヨーロッパ諸大国の植民地で、前世紀中期にやっと独立したの。報告によると、その主な経済収入は観光と植物の輸出で、そのうち観光収入が大方を占めているわ。様々な国によって植民地とされてきたからか、この都市は多様性に富み、いろんな文化の景観を持ち合わせているの。大崩壊時期、セントフォンテーヌの被害はかなりひどかったんだけど、天命の援助計画を最初に辞退したアフリカ都市の一つでね。だから私たちの資料もかなり限られてしまっているわ。うん、報告書にあるヨアヒム・ノキアン・ビルタネンのことね。彼は二人目の断りの律者、ネゲントロピーの元名手。大崩壊が終わった後、彼は引退して、今はアニメ会社 ET スタジオのプロデューサーと原画デザイナーを務めているわ。私も数年ベルトさんには会っていないけど、よく彼の話を博士から聞くわ。最初、この任務を聞いた時、まだ楽観視していたわ。ベルトさんは今までもよく行方不明になっていたけれど、いつも無事に帰ってきてたから
じっとしていられない人でね。崩壊と戦っていた時も常に危険な前線にいた。彼は律者だけど頼もしい戦友であり仲間だわ。でもこの都市に着いてからこの件はそんな簡単なものじゃないって気づいた。空にあるデカ物の他にもこの都市には異常なところがたくさんある。あなたは何か気がついた？鋭い観察力ね。私もそれが気になったわ。天命は事前に衛星でセントフォンテーヌの土地をスキャンしていたけれど、めぼしい結果は何一つ得られなかった。映像を見ただけではここはごく普通の都市だったのよ。けど実際にここに来ると人がおらず生命を感じない。ここは嘘の数字で塗り固められた都市だった。入ることはできるけど出ることはできない。遮られたネットワーク、形のない見えないバリア、それらがこの都市を覆い隠している。それがもし外との連絡を途絶えさせるために誰かが作ったものだとしたら、こんな世界を欺くようなこと一体誰が。けど本当にそうだとしたらおかしな点が一つあるわ。ええ、ベルトさんは律者の力の大半を失ったけれど敵と戦うことに関しては経験豊富だわ。たとえ戦えなくても彼の頭脳ならある程度の脅威を退けられるはずよ。一体何があのベルトさんを音信不通にさせたのか。とにかくこの都市の状況と私たちの想定があまりにもかけ離れているわ。手がかりが足りない以上このまま考えていても時間の無駄ね。ねえ、とりあえずここを行動拠点としましょうか。まずは情報収集よ。手分けして行動し随時進捗を共有しましょう。夕方になったらまたここに集合ね。少しもったいないけど今は崩壊エネルギー通信機で連絡を取るしかないわね。素材習得。大丈夫？あなたの崩壊エネルギーに異常な消耗があったか。待って、敵に遭遇したの？崩壊獣、見たことのない生き物。でも敵意があるのよね。おかしいわ。こっちは道が陥落したせいで少し時間がかかりそう。しばらく支援はできないわ。こういう時キャロルがいてくれたら助かるのに。怪我はない？そうね、あなたの腕なら問題ないか。心配しすぎたようね。でも十分気をつけてね。こっちも敵と戦ったわ。あなたの言った通りあれは崩壊獣じゃない。なんて言えばいいか、どちらかというと、ええ、あのゆっくりとした感じは気候と似ているわね。でもやっぱり変だと思うの。あの見た目、自然や科学の産物というよりも幼い子供が夢の中で想像したようないろんなものを寄せ集めた怪獣、そんな感じがする。これらのデータを本部に送ろうと思うわ。きっと
司教様と博士が興味を持つはずだから。そうだ、今どこにいるの？任務に集中しなさいよ。調査が一段落ついたら戻ってきなさい。じゃあまた夕方に。お帰りなさい。うん、今日入手できた情報はまずまずよ。聞いて驚かないでね。レーザーであのバリアの形を確かめてみたわ。結果、私たちが予想していた円柱ではなく球体だった。情報と都市変炎のテーブ、レーザーを当てたら明らかな変異が発生したわ。あくまで予想だけど、このバリアの中心はおそらく、ええ、そうよ。セントフォンテーヌに起きた不思議現象は全てあの天空島と直接的に関係しているようね。それと見たことのない怪物、集めたデータを本部に送ったわ。アインシュタイン博士が分析してくれる手はずになってる。終わり次第その結果をこちらに送ってくれるわ。それでそっちは何か収穫あったかしら？はっきりしないわね。あなたらしくな。価値のない情報だと思えても何か手がかりが隠されているかもしれないから言ってみるといいわ。なるほどね。地図が正しいのなら面倒が省けるわ。あの赤い結晶は確かに妙ね。データを本部に送って研究してもらうようにする。今日は情報をたくさん入手できたけど、最も重要な情報、ベルトさんの行方については未だ手がかりなしね。今ある情報をもとに対策を決めるわ。一緒に考えてくれる？本部からの返事が届いたわ。司教様が直々に連絡を取りたいそうよ。指示によると、私たちはこれから崩壊エネルギー探知装置をすべて持って高地を目指すことになるわ。その後、それら一つ一つを列状に組み立てるの。場所はもう選んである。あなたが調べたサード駅からそう遠くはないところよ。歩きながら話しましょう。アインシュタイン博士に案があってね。司教様と話し合ってみたんだけど、試す価値があると思うの。博士曰く、崩壊エネルギー探知をすればベルトさんの位置を探し出すことが可能だそうよ。今の技術であれば探知機を列状に組み立てることで探知できる最大範囲は半径80キロ、つまりこの都市のおよそ12分の1。ええ、彼女の装備を列に組み入れれば探知可能範囲はセントフォンテーヌ全体になるわ。でも要点はそこじゃないの。それはありえないわ。大崩壊のあと 99% の崩壊エネルギーは月に封印されたとはいえ、希薄ではあるけれどまだエネルギーが大地に散らばっているもの。脅威になるほどのものではないけど、その量は少なくない。もしそのまま探知機を起動させたら、私たちが得られるのはセントフォンテーヌの崩壊エネルギー散布図だけよ。だからね、そう、私たちが探すのは純粋な崩壊エネルギーじゃない。立射エネルギーよ。今回の怪物も妙だったわね。ええ、寄せ集められた部分が
より分かりやすくなっていたわ。一つ推測があるのだけれど、あなたはどう思う？その考え方、そら恐ろしいわね。そもそも怪物のデータを分析したんじゃないの？人間とは構造が全然違うでしょ。あの怪物たちはおそらく誰か、もしくはそれに属する勢力が人間の姿を模して作った偽物だと思うわ。あの姿には人間社会の要素が多く含まれていた。でも奇妙な混ざり具合だったわ。まるでその創造者が私たちの文明を少しも理解できていないみたいな、ただ見たことあるものを組み合わせただけのようだった。ますますきな臭くなってきたわね。少し休みなさい。司教様には私から連絡するわ。これからここで何が起こるのか、きっと司教様も博士も気にかかっているはずよ。お疲れ様。博士が立てたプランを信用しているとはいえ、探知可能範囲があまりにも狭いわ。今回も見つからなかったら、一旦キャロルを待つべきか、それとも場所を変えてもう一度試すべきか。これが終わったら話し合いましょう。本部がセントフォンテーヌに出現した未知の生物に興味があるようで、データをもっと集めてほしいと博士に言われたわ。この任務はキャロルに任せたかったけど、今は人手が足りないから私たちで分担するしかないわね。うん、なんて言えばいいのかな。彼女家出したのよ。もう見つかったそうよ。今朝先輩から連絡が届いたから心配いらないわ。何が何でもセントフォンテーヌには行きたくなかったみたいで、出発前夜両親が寝静まった後に逃げ出したみたい。あの子追っ手を巻く腕は一流ね。2、3日かかっても見つからなかったの。挙句お金がなくなったから自分で警察に行ったって聞いたわ。連盟からの連絡によるともうこっちに向かっているとのことよ。あの子が到着したら反省会を開かないといけないわね。彼女のしたことを厳しく言えば敵前逃亡とも言える行為だもの。捉え方次第で事の大きさは変わるけれど、少し教えてあげる必要があるわ。あの子はいい子だけど、怒ったら周りを気にしなくなっちゃうところがちょっとね。あの子もそうだったわね。話を戻すけれど、博士がデータをもっと集めてほしいと言っていたわ。種類、外形、習性、行動パターン、戦闘方法など、それらの特徴が分かれば黒幕とその目的も分かるかもしれない。そういうことで一緒に頑張りましょう。お疲れ様。本部と連絡したわ。セントフォンテーヌを確認したいと司教様に言われたから全域投影を起動させ、ここの状況を司教様と共有することになった。装置の組み立てを始めましょう。
ごきげんよう、司教様。顔色が優れないようですが、また夜更かしでもしたんですか？ごきげんよう。セイフレイヤ学園で会ったわよね。ちゃんと覚えてるわ。普段からあなたってこんなに口がうまかったかしら？学園での時間は忘れられないもの。昔私がまだ学園長だったから、卒業まで残れなかった生徒がたくさんいたのよね。世間話はここまでにして、画面を共有してくれる？全機投影、起動。セントフォンテーヌ、衛星映像に映っていた賑やかさとは全然違う活気がない廃墟ね。どう天命の監視をかいくぐって真実を隠していたのかしら。あれはおじい様が自ら作った監視システムよ。そう簡単に騙せるものじゃないわ。それについては調査中です。詳細はまだわかりません。え、でも優先順位は大事にね。この時点で最も重要なのは失踪したベルトを探すことよ。みんな彼のことを心配しているわ。これらの場所に探知機とエネルギー源を設置することになったわ。探知機が律者エネルギーの波動を識別できるなら、普通の崩壊残留を排除し、律者の位置だけを探知することができるの。メイ、博士にも確認したのだけれど、残念ながら私たちにはベルトの崩壊エネルギーのサンプルデータがないの。大丈夫です。ちょうど探知に必要なサンプルを持っていますから。私自身の、そう、第三律者のエネルギーです。どう？識別できそうかしら？今から試してみます。まずは私のエネルギーデータから分析します。時間がかかると思いますので少しお待ちください。え、頼んだわね。そういえばメイはあなたのことを顔呼ぶのね。そんなにかしこまらないでよ。メイ隊長との仕事はどうかしら？あ、それならいいわ。私とメイは長い付き合いでね。昔の彼女はとても優しくて頼もしくて。あ、違うの。今の彼女はもっと優しくて頼もしいって意味よ。彼女も私も大事な人を失ったけど、メイは私よりずっと強かった。あの子だって悲しんでたはずなのに、一度も私たちにその姿を見せなかった。私が一番落ち込んでいた時にずっとそばにいてくれたわ。あなたのことについても教えてくれた。素質があって頼もしくて、見た目よりずっと大人だって。昔の私は大人って言葉に無縁だったけど、今ではたまに言われるようになったわ。大人って口数が少ないってことなのかしら。それはいいことよ。話すべき時と黙るべき時を理解しているのは大事なことだもの。とにかく、メイのサポートはよろしくね。そうだ、進捗はどう？多分、キャロルの到着を待つ必要はないと思います。え？
見つかったの？はい、反応があったのは2カ所。一つは私で、もう一つは城の境。ここから近いです。よかった。それで次、あっちの。え？何？でも私たちが使っているのは崩壊エネルギー通信機よ。この技術をまだ使えるのって一体。あなたの通信機でそのチャンネルをキャッチして。ようこそ天上の人。君が訪ねてきた目的を当ててみようか。人の声。メイ、あちらは私たちの会話が聞こえているのかしら。いいえ、彼のマイクはオフにしてあります。進捗？やはりそうか。心配はない。すべてうまくいってるよ。言っても君にはわからないか。この声、おかしい。どこか聞き覚えがあるような。君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、その後も様々なことに代用が効く。全ての理解は言語から始まるんだ。私、この声を聞いたことあります。司教様、何か心当たりは？テレサさん？名前、名前、君にふさわしい名前。この声は彼よ。司教様？まさか。おじい様、おじい様よ。これはおじい様の声だわ。この私が間違えたりしない。そう、その声も話し方もおじい様だわ。司教様のことなら大丈夫。少し興奮しただけみたいだから。今の最近の司教様はいろいろと疲れていて、ずっと緊張した状態にあったから。そこであの人の声を聞いて。ええ、聞いたことがあると思うけど、天命の前の主教、オットー・アポカリプスよ。彼が在位していたおよそ500年間、彼はいいことも悪いこともたくさんしてきた。その功罪を問うのは私たちの仕事ではないけれど、私たちにとって彼は一番危険で一番恐ろしい敵だったわ。でもあの人がまだ生きていてここにいるなんてありえない。この目で見たもの、間違いないわ。彼はもう亡くなったのよ。可能性は否めないけど、よりによってこのタイミングで、このセントフォンテーヌで。偶然にしては不自然よ。それに誰と話していたの？あ、ごめんなさい、少し興奮してしまったわね。こんなに時間が経っていてもオットーの存在を感じると、やはりもう少しあの音声を聞いてみましょう。もしかしたら聞き逃した手がかりがあるかもしれない。ようこそ天上の人。君が訪ねてきた目的を当ててみようか。進捗？やはりそうか。心配はない。すべてうまくいってるよ。言っても君にはわからないか。そうだ、君に人類の言語を教えよう。最初に目標を理解すれば、
その後も様々なことに代用が効く。すべての理解は言語から始まるんだ。まず君に名前を与えよう。名前、名前、君にふさわしい名前。ルケニはどうだ？うん、君はルケニだ。これは資格の名前だ。君にふさわしいだろう？これが君の役割だと僕は思ってる。計画が完成した時、僕は死ぬ。君が僕を監視するなら、最後まで監視をしなければならない。面白いではないか。天上の人が僕にどんな死を用意してくれているのか、楽しみだよ。焦る必要はない、ルケニ。もう少ししたら君にもわかるよ。ねえ、いいお知らせと悪いお知らせ、どっちから聞きたい？真面目ね。心配しないで、悪いお知らせも大したことじゃないから。いいお知らせはね、本部が私たちの送ったデータを分析して一つの報告を送ってくれたの。赤い結晶には微量の崩壊エネルギーが含まれていて、それは結晶外核の内側に集中しているみたい。この現象は自然発生のものではないというのが博士の考えね。つまり自然にできたものではなく、これは人為的に作られたものよ。あの怪物たちのことも博士がその動きを研究したけれど、結論は私たちの予想と同じだった。自然の生き物と比べてセントフォンテーヌの怪物たちは構築物に近い。これで全部よ。このお知らせ自体、半分いい半分悪いのよ。この報告の結論から疑問は一部解けたけど、黒幕がセントフォンテーヌを支配していること以外何も証明できなかったし、実際の問題も解決できていないわ。情報がまだまだ足りないってことよ。そしてそんな状況下で私たちは任務を遂行するの。それもそうね。とにかく今は任務に集中しましょう。装備を持って出発するわよ。ベルトさんの位置も分かったし、これ以上時間を浪費しないようにしないと。隊長、出撃させてください。チャンスよ。素材回収完了。目標地点確認。目標。素材回収完了。目標地点確認。素材回収完了。総員集合、出撃。舐められているよね。素材回収完了。目標地点確認。隊長、こちらへ。
あの子かなり驚いたみたい。でも今は少し落ち着いたわ。鍛えられたのよ。昔の親友が子供みたいな人だったから。あの子と比べてキャロルはまだ大人な方よ。材料拾ったで。
捕捉した音声は聞いたかしら。何か気になる点は？あなたも気づいたのね。ええ。誰と話していたのかしら。彼は相手のことを天上の人と言って歓迎し、人類の言葉を教えると言っていた。これはセントフォンテーヌに出現した謎の生き物と関係しているのかしら。あなたはどう思う？ええ。私もそう考えているわ。あの音声を聞いた後、類似した音声を捕捉できないか音波追跡機をいくつか設置しておいたわ。時間があったら回収しましょう。追跡機が類似した音波を捕捉したわ。出どころは案の定空中の不明飛行物体よ。今後もそういう音声を捕捉するかもしれない。黒幕の秘密はこれらの音声にあると私の勘がそう言っているわ。お疲れ様、よくやったわ。Thank you.
了解。この道は？ああ、任務の資料は全て頭に入っている。戦場に到着。
ここに到着。Thank you.
一番も。いやあ、友よ。奇遇だね。再び君は僕の招待を断り、そして再び君は僕の前に現れた。お前、なんで？お前はもう…せっかく来たんだ。このまま残ってはどうだい？革命はもうすぐやってくる。君は見守る側ではなく、その渦中にいるんだ。君には完遂させなければならない偉業がある。勝利が君を待っているんだ。僕と君が手を組んだら、崩壊を永遠に駆逐するチャンスが巡ってくると。崩壊はもう駆逐されたんだ。そうかい。月に、地球から38万キロ離れた場所に、人類が簡単に到達できるような距離に文明の最大の敵を封印した。それは駆逐なんかじゃない、逃避だ。本当の駆逐は永別だ。我々の持つ時間の尺度での永遠の別れなんだ。勝利の果実はもう目の前にある。君の力が必要なんだ、第一律者。いい未来と申し出ではあるが、断る。煮え切らない態度を取るような奴の提案など議論する必要はない。そうかい。君のことは尊敬しているよ、本当に。しかし平和は何よりも大事なことなんだ。来てもらうぞ。お父さんを離して。これは何と言うべきかな。実に興味深い。僕の予想をはるかに上回っているよ。ジョイスに触るな。ここにもう一人の第一律者がいるとはね。秘密。確認。素材回収完了。
目標地点確認。この道は前にも。素材習得。隊長。材料拾ったで。
先輩。わかった。戦場に到着。大型目標発見。分かった。わかった。戦場に到着。了解。この道は前にも歩いたような、気のせいか。
先一つ。ライデン将来大丈夫。私の隊員を傷つけさせない。うん、君の言う通りにしよう。最も厄介な敵は優先的に片付けた方がいい。そうだろう？彼女の律者エネルギーは価値がある。少しも残すな。了解。この件は天命の科学研究部があなたの体質をもとに特別に作ったものよ。それは周りの環境から崩壊エネルギーを吸収、蓄積、放出することができる。あなたと共に戦う崩壊獣みたいなものね。覚えていてほしい。あなたの体は他の人より崩壊エネルギーの増幅を受け入れやすい分、崩壊エネルギー過量になりやすいリスクもある。だから約束して、無理だけはしないで。責任感が強いのはわかるけど、自分の限界を超えるようなことはしないで。すみません隊長、約束したこと守れそうにありません。進化試練、崩壊エネルギー封印完全解除。続ける。